はい、皆さん、こんにちは。吉住です。今回はですね、ワードプレステーマ、ライトニングで、このヘッダーのところの背景色を CSS でカスタマイズしていく方法をお伝えします。このライトニングのテーマではですね、ヘッダーの部分がカスタマイザーのところ、この部分ですね、皆さんがいつも使われているこの画面で変更できないんですよね。この背景のところ、文字の色とかもね。なんでそういったところをカスタマイズするには、この CSS でやっていかないといけませんということで、今回その方法をお伝えしていくんですが、今回使用していく CSS のコードは、公式 LINE の方でキーワードを入力していただいた方にプレゼントしますので、キーワードは最後の方でお伝えしますので、ぜひね、動画最後までご覧いただければと思います。それでは始めていきたいんですけれども、まずはですね、こちらのページを開きます。ライトニングのこのトップページですね、この開いた状態にしまして、右クリックで検証をします。そうするとこのような画面になりまして、この検証画面がですね、このように右側に HTML とこの右下の方にね、CSS が載ってまして、こういったところでシミュレーターができるんですよね。カスタマイズのシミュレーターができるので、まずはここで実際にどのようにして背景を変えていくのかお伝えしていきます。では、まずこのスマホマークの横にね、この矢印マークがあります。こちらを押していただいて、編集したいところをこうマウス当てに行きます。そうすると、こうやってヘッダーのところに当てますと青くなるんですね。これをなってる状態でクリックをしていただいたら、この右側のところ、このヘッダーのところが青くなってます。ここの部分のコードですよっていう状態なんですね。ここには今、下の方でサイトヘッダーのバックグラウンドカラー、シャープ FFF となってます。この命令は、この色が指定されていると。背景色は指定されてます。なので、このサイトヘッダーに対してバックグラウンドカラー、シャープ FFF、白を当ててあげるということなんで、これをカスタマイズしていけばいいということになります。このプラスボタンを押していただいて、そうするとこのヘッダー、シャープ、サイトヘッダーというのが出てきます。この状態でも構わないんですが、できればね、ドットサイトヘッダーでしてあげてください。これでプラスボタンで新しく作ったこの中に新たな命令を加えていきます。ここでバックグラウンドカラーで新たな色を入れてあげれば色を変わります。今これブルーって入れてあげたんで、この色になりました。まあ、レッドって入れてあげたらこんな感じになりますね。もちろん今レッドとかブルーとかで入れましたけど、こうシャープの333とかのこういうヘックスコードと言われるもので入れてあげてもいいと思いますね。これで今ヘッダーの部分の色がこうやって変わったことが分かります。これで OK ですね。ヘッダーの背景色はここで変えられます。ただ、背景色をこうやって黒い色とかね、まあ、濃い色にしていくと、このサイトタイトルのところとかね、メニューの文字とかっていうのがもともと黒の場合、もちろんこうやって表示されていないように見えてしまうことがありますから、そこのメニューの色とかね、サイトタイトルの文字色とかも CSS で、ね、変えていきましょうということで、じゃあもう一度この矢印のコードを押して、もともとサイトタイトルがあるところ、ここですね、今画面に表示されているこのスパンのところです。わかりにくかったら、ここを一旦バックグラウンドからこれチェックマーク外していただいてもいいと思います。矢印マークを押して、サイドタイトルのところを色変えていきます。ここをクリックしていただきました。すると、このスパンライトニングってもともとサイドタイトルが表示されているところなんですけど、ドットサイトヘッダーロゴスペース A というところで指定されています。これがカラーがあって、このバーっていうのが入っていますと。で、これはライトニングでもともと指定されている色なんですけども、ここに新たに自分でね、ヘッダーだけに自分のカスタムしたい色をつけてあげるということにします。じゃあ、プラスボタンしてあげて、今スパンと出てきましたが、ここのドットサイトヘッダーロゴスペース A に変えてあげてください。カラーでします。ここでカラーを自分の好きな色に変えてあげるということですね。今回は分かりやすく、じゃあイエローとかにしておきましょうか。そうするとかなり真っ黄色になりましたね。こんな感じになりました。先ほどのこのロゴのところの上の階層にあるこのヘッダーの部分ですが、こちら黒に戻してあげるとこんな感じになりますね。これで文字色が変わったことが確認できます。ちょっと黒ややこしいので一旦オフにしときますね。こちらの文字ですね、次にメニューの文字です。こちらも矢印ボタンをクリックしていただいて、ここの部分ですね、ストロングクラスグローバルナビネームっていうところにあります。ここの文字に対する色っていうのは、下の方にスクロールしていただくと、この CSS のところでドットナビ LIA っていう、この部分で
指定されているんですね。カラーがついているところです。こちらに文字色が指定されているので、これに対して新たな命令を与えてあげます。ではプラスボタンを入れてあげて、ドットナビ LIA に対してカラーを指定してあげます。じゃあ分かりやすくイエローにしときますね。こっちは黄色になりましたね。黄色になった状態ですということです。あとはここの部分ですかね、このメニューバーと言われるところですね。下に線がついてるんですよね。こういったところも変えてあげましょう。これも矢印ボタンを押して、ここの部分ですね、この A のところでなります。じゃあここのクリックを押していただいて、そうするとこの A タグっていうのがありまして、この、ね、AHREF Lightning Local って書いてあるところです。ここの部分の上に Before っていうのがあるんですね。ここの Before がこの線ですね、メニューバーの線がついているところです。ここに Border Bottom 1ピクセルソリッドバーっていうのがついてます。この青い線がもともとつくようになっていますから、要はここを変えてあげればいいということになります。ではドットグローバルナビリスト、こちらをコピーしていただいて、プラスボタンを押して、この新たな命令を入れてあげます。ボーダーボトム1ピクセルソリッドの今回はこれも分かりやすくイエローにしておきましょうかね。そうするとこんな感じで線が黄色くなります。今ね、背景色白なんですごく分かりにくいんですけども、じゃあ一番ね最初に入れたバックグラウンドから黒にしてあげましょう。そうすると黒と黄色の感じでなりました。これでそれぞれの文字、色、背景色変えることができました。先ほど追加したコードがこのインスペクタースタイルシート、検証用のスタイルシートということでまとめられているんですね。こちらのコードをコピーしていただいて、先ほどのライトニングのカスタマイズの画面に行っていただいて、追加 CSS というところに入れてあげます。そうするとこんな感じ。背景色と文字色があった形になります。あとは皆さんがお好きな色を指定してあげればよくてという形になりますね。ここの部分、今イエローとかにしてましたけどね、実際にはイエローとかね多分そんな使わないとは思いますけども、自分たちの好きな色にこうやって変えてあげていただければと思います。そうすると自由にカスタマイズができるでしょうということですね。これで、ライトニングのヘッダーの背景色と文字色を変えることができました。このコードね、今完成形のコードを LINE 公式アカウントでプレゼントしますので、こちらねキーワードはですね、ライトニングヘッダーと入力していただければと思います。概要欄から LINE 公式アカウントを追加していただいて、そちらのキーワードを入力していただければ、このコードねプレゼントさせていただきますので、ぜひご利用いただければと思います。今回はライトニングのヘッダーのカスタマイズについてお伝えしていきました。今後もこのようなローコードでのカスタム方法をたくさん紹介していきたいと思いますので、ぜひねチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。